株式会社、ジオコードは、オーガニックマーケティングとウェブ広告の、ウェブマーケティング事業、クラウド業務支援ツールの開発、提供する、クラウドセールステック事業を、主とする日本の企業。某企業の社員だった、原口大輔が、経営方針の違いから独立を決意。2005年2月14日に、資本金300万円で有限会社、ジオコードを設立。 設立当時は、某社内での曲がりから事業をスタート。日本国内で初めて SEO 対策サービスを電話営業した人物でもある。同年7月、業績が好調なことから、新宿区は世田に初の独立オフィスを開設し、正社員の採用を始める。2008年、オフィスや店舗の内装工事専門サイト、オフィスデザインサーチ。 店舗デザインサーチを展開。マッチングサービスの先駆者的なポジションを築くも売却。2010年には、共同購入クーポン事業に参入し、クーポンバンクを展開。グルーポンジャパンのグラポーンやリクルートのポンパレと壮絶なバトルを繰り広げるも数年後に撤退。2012年、クラウド勤怠管理ツール、ネクストタイムカードで指す事業に参入。 本業のウェブマーケティング事業では、事業買収や企業統合も手掛け拡大を進めつつ、2015年に、クラウド営業支援ツール、ネクストスファをリリース。ウェブマーケティング事業に次ぐ支柱を、指すと定める。2018年には、静岡県袋井市と ICT 連携協定を締結し、グランフロンと大阪に構えた関西支社に次ぐ、第三の拠点として、 静岡営業所を開設。ウェブサービスによる地方創生にも関わり始める。ウェブマーケティング事業 SEO、内部構造コンサルティングコンテンツ、記事コンサルティング UI、UX 改善コンサルティングサイト修正指示、作業代行ウェブサイト、スマートフォンサイトの企画、制作リスティング広告、ディスプレイ広告、動画広告、SNS 広告、ネイティブ広告、 アフィリエート広告の運用代行、クラウドセールステック事業営業支援、ツール、ネクストスファ勤怠管理、交通費生産、経費生産ツール、ネクスト IC カード、ジオコードは直訳すると10曲分。社員全員でこの私たちの場所を、より住みやすく、理想的な場所に作り上げていくという意味が込められている。ありがとうございます。